イカルスは地球近傍小惑星の一つであり、アポロ群に属する小惑星である。1949年にドイツ出身の天文学者、ウォルター・バーデによってパロマー天文台で発見された。イカルスの特徴として、近日点では水星よりも太陽に近づくことが挙げられる。イカルスという名はこの特徴のために付けられたものである。ギリシア神話に登場するイカロスは、 父大ダロスと共に、鳥の羽をロウで固めて、翼を作り、それで空を飛んだが、調子に乗って太陽に近づきすぎ、ロウが溶けて、翼が分解したため墜落死した。一方、演術点は、火星軌道の外側にあり、かなりの長大円軌道を描いていることになる。イカルスは9年、19年、または28年の間隔で6月に、地球の近くを通り過ぎ、 最後に接近したのは2015年6月16日であり、地球から 0.05383au ほどの距離を通過している。それ以前は1996年6月11日のことで月の軌道のほぼ40倍の 0.10119au の距離を通過している。次回の接近は2043年6月13日であり、地球から 0.0586au の距離まで。 接近すると予想されている。また、地球に640万キロメートルまで近づくこともしばしばあり、1968年6月14日には 0.042482AU ほどまで接近した。ありがとうございます。